シネックスは、岐阜県岐阜市の柳瀬地区にある映画館。スクリーン数は4スクリーンだが、シネマコンプレックスを自称している。岐阜高島屋の東側向かいに位置し、岐阜アジア映画祭の会場になることもある。1956年6月22日、東方系風切り館、岐阜東方都省区系風切りの、岐阜省畜地,地下劇場の2館体制で開業したのが、始まりである。 コケラ落としは、白夫人のあやかし恋で、同作に出演した八草香織が来館していた。岐阜市出身の神山誠二郎監督は、若い頃は、隣の喫茶店で、お茶を飲んだ後に映画を見ていたと実会しており、自身のデビュー作だった、恋のいる村を。1973年12月29日公開の、日本沈没上映時は、 貧血で倒れる観客が続出したという出来事がある。1980年代以降も、ゴジラ、ドラえもん、男は辛いよシリーズなど数々のヒット作を上映してきたが、1991年、周辺で起こった火災を機に建て替え計画を加速させ、1993年1月31日に、寄フ東方都ォート地区小を閉鎖。総工事費三十億円をかけ、 1995年3月22日、シネマコンプレックスを要する地上8階、地下1階建ての商業施設ビル、シネックスとして、再オープン。2020年で25周年を迎える。エレベーターで上階の各スクリーン会場へ向かい、入場鑑賞する。ポイントカードサービスがあり、100円でカードを購入し6ヶ月以内に鑑賞スタンプを5個集めると、 無料映画鑑賞券が1枚もらえる。運営は、ギフト地工業株式会社である。ギフト地工業は、ギフ市内のロイヤル劇場、関市のシネックスマーゴも運営している。以前は1.23階に、ゲームアクセスや長瀬店が入居していた。また、地下1階は当初イタリア料理店と台湾料理店が入っていたが、ほどなくして菓子ホールに転換されている。岐阜県の映画館、 消えた映画館の記憶を参照した。A.B. 柳瀬町日の出地区、市街地再開発課、岐阜市、2014年6月17日閲覧。A.B.C.D.E.F. 柳瀬の娯楽の顔40年、岐阜東方、岐阜地区思い出のし幕開地区へ31日、閉館2年後に複合ビル、岐阜新聞1993年1月23日。 22日にオープンギフの有空間シネックス中日新聞1995年3月12日柳瀬中央店店舗情報杉薬局グループ2020年1月28日閲覧柳瀬シネックスがオープンされたアミューズメント施設待ちかねた若者ドット活性化への切り札ギフ新聞1995年3月23日 ありがとうございます。